こんばんは本音で聖書塾聖女を知シリーズ本日第2回目となります、はい、さて本日は聖女が作られた理由というテーマですが、はい、前回の学びの中で神様がモーセに聖女を作らせなさいという指示を出された場面が出てきてましたねそうですね、はい、神様が指示を出されるのですから必ず 重要な目的があるわけですよね、はいえー、そして私たちクリスチャンにとって聖女は特別に大切なものだと思うんですけどね、はいまあ、でもクリスチャンの方でも聖女はそもそもユダヤ人の昔の習慣や儀式のためのものであって、うん、こう現代の自分たちには特に関係ないというスタンスを取っておられる方々もいらっしゃいますよね、うんうん、そうですよね。 確かに聖女が初めて登場するのがまあ旧約聖書の時代ですので、はいえー、当時のユダヤ人のために聖女が与えられたと考える人がいるのもわかりますよねしかしそれから約1500年後の新約聖書の時代に、はいえー、外国人に伝道するために神様に選ばれたパウロという人が出てきますよね、はいえー、彼は聖女について 詳しく触れていますがなぜパウロが聖書に触れたかと言いますと彼はユダヤ人だけではなくて外国人も含めて世界中のすべての人の救いに聖書の中でいう外国人とは、うん、ユダヤ人以外の人たちのことなんですね。そうですね そうすると私たち日本人も聖書の世界から見れば外国人ということでしょうかそうなんですよね、まあ、聖書ではよく違法人という言葉で表現してありますよね、はいえー、そしてパウロが書いた手紙の中で特にヘブル人への手紙という場所があるんですけれどもここでヘブル人とは実はイスラエルに住んでいたユダヤ人のことなんですよねはい なぜ外国人に伝道するパウロがユダヤ人に手紙を書いたかと言いますとユダヤ人がもはや聖女を単なる儀式をする場所としてしか認識しなくなっていて、うん、聖女の本当の意義を見失っていたからなんですね。うん ユダヤ人といえば、はい、最初に神様を信じた古代イスラエル民族ですよねそれですと本来彼らが一番聖女について理解しているべき立場なのかなとも思うんですが実は古代イスラエル人だけではなくてですね、はいえー、神様を信じている私たちクリスチャンも現在聖女の本当の意義を 見失っている状態なんですねまあ当時は聖女というよりも神殿という状態になっていたんですが、はい、まあそのことをちょっと説明する前にですね頭に置いておきたいことがありまして、はい、えそれは出エジプト期の時代までは神様はイスラエルの人たちに聖女を作らせる必要性を感じておられなかったということですね。え出エジプト紀の前は 創世記ですよね、はい、まあそこには聖女という言葉は一度も出てきませんよねあそうですねまあそれではなぜ神様はいきなり出エジプト記でモーセに聖女を作らせなさいと言われたのでしょうかその理由についてお話ししたいと思います、はい、ある時古代イスラエルの人たちは神様のご計画によってエジプトの人たちに 聖書の神様を伝えるために使わされましたはい、えー。そこに住むことになりましたちょうどヨセフの物語のことですかねはいそうですね、はいえー、しかし彼らはエジプトでとても優遇されて繁栄しているうちに自分たちが信じていた聖書の神様のことをだんだん忘れてしまったんですねうん、えー、そしてエジプトの王様パロですかねはい 自分の国で繁栄しているイスラエルの人たちのことをだんだんと脅威に感じて圧迫するようになりついに彼らを奴隷にしてししまったんですね、はい、しかしようやくそのような惨めな状態になってイスラエルの人たちはまた聖書の救いの神様を思い出して助けを祈り求めたわけですね。んそんな彼らを 神様はお見捨てになられるでしょうかそうですね私たちの一般社会では自業自得とかこう身から出たサビっていう言葉もあるんですけれども、はい、自ら愚かな選択をした人に対してはどちらかというとこう冷ややかな目で見られることが多いと思いますね。また その本人にとっても神様を裏切った文在で「助けてください」と言ってはいけないんじゃないかってこうですね、うんはい、ですがこの「聖書の神様」の素晴らしいところはどんなに人間が神様の愛から逃げてこう道に迷ったとしてもまた「助けてください」と素直に神様に呼び求める時には、うん 喜んで私たちを助けてくださいますよあそのことが「出エジプト記の2章の23節から25節に記してありますのでちょっと読んでいただけますか。多くの日を経てエジプトの王は死んだイスラエルの人々はその区役の務めのゆえにうめきまた叫んだがその区役のゆえの叫びは神に届いた。 神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え。神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らを白しめされた。はい、えー。ここで神様は奴隷の苦しみの叫びをちゃんと聞いてくださってますよね。そうですねまあ、しかし、聖書の神様が彼らを救うためにはある条件がありました。 それは彼らの先祖であるアブラハムイサクヤコブが聖書の神様と結んでいた同じ契約を彼らも神様とと結ぶという条件でした、はい、そしてそのためにモーセというリーダーを神様は選ばれてそしてイスラエルの人たちを奴隷から解放しようとされたんですね。うんそのの契約のことが 出エジプト記の19章の5節から6節に書いてあります。読んでいただけますか。それでもしあなた方が、まことに私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って、私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は、 私に対して祭祀の国となりまた聖なる民となるであろうこれがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉であるはい。聖書の神様の契約はわかりやすく簡単に言いますと神様に助けてもらいながら良い人間になるということだけですねはい、えー。そして神様はイスラエルの人たちにも 奴隷から解放する代わりにこの神との契約を結ぼうと望まれたわけですね神様が何かのご命令をこう私たちにお与えになるときは、うん、こう命令だけではなくそれを守れるように様々なお助けも約束しておられるということなんですね,そですねまあ、そして、えー、この神様の契約は世の中の契約とは違って、えー、お金が貯まるとか まあ出世するとかではなくてですね、はい、良い人間になれるという契約なのでん、はいえー、どんんななにお金をを出ししてて契約結結ぼうとしても結べないんですよね心の底から良い人間になりたい、うん、今の自分を変えたい変わりたいというそういう願いを持つ方だけが契約することができるということなんですね。んはい、こんなな素晴ららしい契約なら イスラエルの人たちも喜んで結んだんでしょうね。うん、まああの確かにイスラエルの人たちは、はい、神様と契約を結びましたが、えー、神様がもともとご提案されていたあ神様自ら手伝ってくださるという部分を、はい、まあ残念ながら払いのけてですねうん契約を結ぼうとしたんですね。あそうですか。えそして神様はこの良い人間になる。 ということが、はい、どのようなことなのかを分かりやすくするために彼らに実戒というものを孟セを通して言葉でお伝えになりましたね、はいえー、しかし彼らは神様の助けを借りなくても自分たちの力で簡単に良い人間になれると思って神様の言葉は全部守りますと言い切ってしまったんですよね、えー、聖書から この神様とイスラエルの人たちの契約の場面を見てみましょう。はい「出エジプト記」の19章8節を読んでいただけますか。「民は皆共に答えていった。我々は主が言われたことを皆行います」「モーセは民の言葉を主に告げた」はい「主が言われたこと」というのは。 契約の条件として神様が言葉で伝えられた「十戒やまた「定め」と「起きて」と呼ばれるものなんですけども実はイスラエルの人たちはこのような宣言をこのあと2回「出演ト記二24章の3節とかまた「24章の7節で宣言してるんですね。神様は彼らが3回も 躊躇することなくしかも自信満々に宣言したので神様が望んでおられた契約とは違う形で彼らと契約を結ぶししかありませんでした、はい、そして神様は自己過信な彼らがエジプトに住んでいた時のように簡単に神様の言葉を忘れないように実会を今度は石の板に書いてそれを神様との 契約の証拠である契約の箱というものの中に納めることにしたんですね。なるほど。まあ、なんだか神様の方が人間が十回を守れるようにいろいろと手を尽くしてくださっているのに対して、うん、イスラエルの民のこの余裕のの態度っていううは対照的です、ね、そうなんですすねねそなんよしかしここからさらに神様の素晴らしいところなんですけども、はい、もし 十戒を守れない時があったとしてもまあ、つまり十、えー、の忌ましめに反するまあ、罪を犯したということですね、はいえー、それに対処するための方法もすでに備えておられたんですね、えー、まあ、人間が何か悪いことをしてしまってそしてその罪がどのようにして許されるかと言いますと、はいえー、この聖女でですねこれは許されるその方法としてその儀式があったんですけども、はい、まず 罪を犯してしまった人が自分の飼っている家畜の中から一番状態の良い、えー、羊とかヤギをですね聖女に連れて行きますそして動物の頭に手を置いて自分の犯してしまった罪の告白をするんですね、はいえー、そうしたら罪を犯したこの責任がその人から動物に移されるんですね、はい そしてその後に自分の手で動物を殺さないといけないんです。まあこのような儀式を通して初めて神様からその悪いことをした罪の責任をもはや問われなくなって罪が許されたとなったんですね。それって動物がこう可哀想とか、うん、人間に都合のいい儀式じゃないのって。 思う方もおられるかもしれないですね。うん、そうですね。まあしかしこれは神様がそのようにしなさいとおっしゃってくださっていることなんですね。はいえー、レビ記四章の二十七節から二十九節まで読んでいただけますか。また一般の人がもし誤って罪を犯し主の戒めに背いてしてはならないことの一つをしてトガをえ その犯した罪を知るようになった時はその犯した罪のために備え物として目ヤギのまったき物を連れてきてその財産の頭に手を置き犯罪をほふる場所でその財産をほふらなければならないはい、まあ、確かに一見人間に都合の良い儀式に見えますし動物がかわいそうだと思いますよね。ししかし このの動物は実は実神の御子であるイエス・キリストを表していたんですね。はい、イエス・スキリストは先ほどの罪のない動物のように何の罪も犯されませんでしたが私たちの身代わりに全人類の罪を十字架の上で背負ってくださり死ぬことによって私たちの罪の責任がイエス・キリストへと移されたんですね。 私たちは聖女の儀式を見るときにまあ、また学ぶときにですね、はい、罪のない動物が人間のために殺されるなんてなんとひどいと思うのですけれどもまあそれほど罪というものは恐ろしいものなんですね、はいえー、イザヤ書53章の5節から6節にそのことが書いてありますので、えー、読んでいただけますかしかし彼は我々の都がのために傷つけられ 我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与えその打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷っておのの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。はい 本来なら私たちが犯した罪は私たち自身に問われるのが当然だと思うんですが、うんはい、その「責任がイエス・キリストの上に置かれた」とはっきりと書いてありますね。問、はいね、セの時代のような聖女ってもう地上にはありませんけれども、うん、今はどのようにして私たち一人一人の罪の責任をイエス・キリストに移させていただくんでしょうか、はい 実はそれがですね一一人一人のの悔い改めのお祈りなんですね、はいえー、私たちクリスチャンはよくイエス・キリストを信じていますと言いますが、はい、一体クリスチャンが何を信じているかと言いますとイエス・キリストは自分の罪を十字架の上でこの身代わりとして背負ってくださるお方で、はいえー、自分の個人的な救い主だと信じているわけですね。はい そしてそれを信じているから、まあ、罪を犯した時には悔い改めのお祈りをして自分の罪を十字架のキリストに移させていただいて神様から許していただくわけですね。はい。罪が許されるこうプロセスって一言で言えば、うん、神様の愛なんですね。うん、普通は自分で守れると言って守れなかったら。 相手にねあきれられたりとか、うんはい、ま放っておかれそうですけど神様はまず彼らのテントのそばのこう聖女にお住みになって、うん、彼らが契約を守るために必要なことを教えまた導くために聖女を作らせたんですね,そうですねよく「神様は愛である」と私たちクリスチャンは言うんですけれども、うん、この聖女を作らせた目的一つを取ってみても「 憐み深いい神様の愛が表されていますよね本当にそうですよね。まあこれほどまでに人間を愛しておられる神様の救いの方法をまあ自己過信に陥っているこのイスラエルの人たちに儀式を通して分かりやすく教えるために聖女が作られたわけですよね、はい、えつまり神様はそれほどまでに私たちを全力で 救いたいと思っておられるお方なんですよねまあだから神様はご自分の一人子であられたイエス・キリストを私たちのために天から送られたわけですね、はい、えそのことが聖書に記してありますでヨハネ3章の16節を読んでいただけますか神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったそれは御子を信じる者が 一人も滅びないで永遠の命を得るためであるはい一人も滅びないでってありましたけども,も本当に神様の大きな愛を感じることができますねそうですね私たちがもし聖女をもっと深く学んでいけばこの素晴らしい神様の愛がさらに理解できるようになりますよはい 聖女は昔の人のためだけではなく現代の私たちが今やるべきことを詳しく教えてくれるものなんですね、はいえー、そしてさらにこれから近い将来神様が私たちに成し遂げようとしておられることを知ることができますからぜひゆっくり一つずつ学びを進めていきましょうねはい楽しみですねはい あの現代の私たちも神様のご臨在なしでクリスチャンライフを進めていくときには神様の助けなしにこう10回を守ろうと自己過信に陥ってた当時のイスラエルの人のようになってしまうということもあの本当によくわかりましたね次回は「聖女の構造に秘められた驚くべき救いのご計画」についてお届けする予定です。はい 今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回お会いする時までお元気にお過ごしください。それではさようなら。さようなら